みんな今日もお疲れ。今日もやったね。クリスプどうしたの？クリスプなんかどうしたの？大丈夫？体調悪い？気になってることあるんだけど。気になってること？どうした？夜も眠れないし、ご飯も食べれないんだよ。相当やねん、相当やねん。どんだけ悩んでんの、言ってみ。無知な。クライムって単語あるでしょ、英語の、うん、なんで B で終わるの？それ俺もだわ、俺も気になってたわ。何、例えばあとは、うん、ノーとか、ノー、アイノーとか、ね、そのシリーズに入ってる。あ、ノックアウトとかね。なんで K？ なんで K？ なんで K なの？その K っては発音をする、うん、サイコとかもね、スピーサージャーだったら S じゃないね。あ、まあ S か TH かだよね。 S か TH ですよ ね、 ね。でもノリ的にはあれじゃないの、あの山田さんでさ、お山田さんとかいる。でも山田さん絶対ちげえよ。お山田さんは O が発音してるから、発音してないくせにそいつらがいるのが存在の意味が分からない。クライム、それはめっちゃ分かる、それめっちゃ分かるわ。クライムだとクライムブ、 M でフォーマってほしかった。クライムブとかだったら、うん、あ、なるほどって B があっても、じゃあ一回クライムの B の気持ちになってみたら、ああなんで発音してくんねんだよってなるな。なるな。俺が B の立場だったらちょっと嫌な気持ちになる。じゃあ誰がつけた、どういうやつがつけたとかさ。ルーズベルトじゃない？ルーズベルト、ルッチャン最近じゃね、ルーズベルト。ルーズベルトがどういう意図でつけたのか。つければいいっしょみたいな。俺大統領だし、B 好きだし。なんかの暗号なのかしら。え、あああああえ、なになに、もう一回もう一回。なんかの暗号かも。暗号、やばい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 、フリーメイソン。やばい。じゃあ、あの、今3つ出たじゃん。クライムの B、ノーノーノーの BK で、最後のだから P。 あと他に無音の、無音の何かは、無音の何かはちょっと出てこないな。これ、あの、発音しない言葉つなげたら絶対なんかメッセージになるんだよ、これ。バカなんじゃろ。あ、なんだ。あ、そっか。あ、そうか、そのサイレントがついてる言葉を順番に並べていけばってことね。そう。やべえ、なんか国の関連者事件とか。ああ、あれ絶対シリアルキラーみたいな。シリアルキラーだ、絶対ある。怖いよ、それは。それはそれで怖いよ。え、じゃあちょっと今思い出せるんだけど並べていこう。スリップノット。スリップノット。ノットね、ノット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 ね。あ、ノットノットは、だからあんな。あとクライム、クライム、最高、最高、ライト、ライト、ライト、台風も P おかしいよ。タイクーンになっちゃう。タイクーン。あれ PH は F みたいな感じ。プってる、フンに近い感じ。フン、フン、フンとか。フンとか、フンとか。なんか俺がすげえバカみたいな。バカ。で、結局その暗号って何でした？セクシー、セクシー、セクシー。やっぱり暗号ってこう、なんていうの、お互いにさ、こう人には言えないようななんか話をしていきたくなるわけじゃん。恋文だったんだよ、ラブレター。暗号ラブレターだ、間違いない。まあ、ラブレターもあれ、日本人の感覚すれば、ラブレターって読みたくなるよ。ラブレター送ったことないの、君たち。もらったことしかないね。ラブレターの気持ちになってもらう。その時、竹だったわ。竹だった。まあ、ラブレターを送る時に、竹を送られたってこと。ラブレターを送るときに竹で送ったんですよ。竹、紙がなくて。ああ、なるほど。竹に書いてたので、ね、懐かしい。だからレターじゃない。レターじゃない。ラブ竹、ね、ラブバンブー。ラブバンブー。時代背景というか、まあ、場所は日本ですね。日本。
ラブタケ、ラブバンブ、ラブタケ、ラブバンブ、ラブバン、わかった。また解決した。LB、LB、LB、ラブバンブ、ラブバンブ、セーブザワールド。救われたこれは。そのサイレント文字をつけることによって救われたんだよ。地球は、人類は。ありがとうございます。いえいえ、こちらこそ解決していただいて。サイレントありがとうございます。サイレントアルファベットありがとうございました。サイレントアルファベット、サイレントアルファベット。